平成10年の問いにですね、図のような直流回路のですね、抵抗 R を求めなさいということで、まずはこの20オームのね、電圧と電流を求めてね、それからまあ、2オームにですね、流れる電流から、R に流れる電流を求めて、それで6ボルトで割ると、こういうことであります。はい、すいません。無線機切るの忘れておりました。まあ、こういうふうにね、順番に求めていってもらえれば、3オームというのが出てきます。